おはようございます。はい、私の方から特にありません。じゃあ、英介の梶原です。幹事質問2点まであります。日立製作所と東芝と三菱重工業が、原子力向けの燃料事業へ統合するという報道がありました。これについて大臣の説明をお願いします。報道があったことは承知をしておりますけれども、個別の民間企業の経営判断に関わることですので、経産大臣としてのコメントは控えたいと思います。ただ、いずれにしろ、原子力あるいはその関連産業はですね、エネルギーの安定供給やあるいは原発の安全性にとって非常に重要な産業でありますので、今後の動向を注視していきたいというふうに思います。関連ですけれども、今回の再編が原子力含む原子力事業全体の再編につながるのではないかという指摘もあるんですが、これについて大臣の意見は、個別の企業の経営判断に関わることですので、これはコメントを控えさせていただきたいと思います。ご質問いかがでしょうか。原発再稼働はですね、なかなかできない中で、各社ともかなり収益が厳しいみたいですけれども、その辺の手当てというかですね、国として手当てできる部分があるのかないのかわからないんですけども、その辺のところどう考えたか。確かに原発が止まっている中で、その燃料を供給する会社の経営というのは、確かにしんどくなると、これは当然の動きだというふうに思いますが、これは個別の会社の経営のことだと思いますので、私として現時点でコメントできることはありません。いかがでしょうか。大臣、日本テレビの石川ですが、大阪万博なんですけれども、2025年に向けて大阪は招致を目指しておりますが、8月に知事とお会いになっていると思うんですけれども、経産省としての今後の役割と、あとオリンピック後の日本経済の影響を踏まえた、政府としての立場をまず松井知事からはですね、この間経産省をお尋ねいただいてですね、大阪府として、招致をしたいという、思いを持っているというお話をいただきました。私の方からはまずやはり、大阪の方でですね、基本構想をしっかり、作っていただいて、その上で、政府としても、判断すべき点を判断をしていきたいということを、申し上げました。私も関西人ですので個人的には、そういうことが実現すれば面白いなという、思いはありますけど、まず大阪府の、基本構想をですね、待ちたいというふうに思います。そのオリンピック後の、日本経済の影響というのは、オリンピック後にですね、万博をやるというのは、オリンピック後の対策の一つにはなりうると思いますが、ただいずれにしても、大阪が、地元の合意もしっかり、取りまとめてですね、基本構想をまず、出していただく、見せていただくということが重要だと思います。他にいかがでしょうか。すみません、先にじゃあこちらの時事通信でお願いします。今の関連なんですけれども、経済関係に、万博の関係では関西の財界だけじゃなくて経団連などを組み込む必要ではないかというふうに大阪の方で言われているんですが、大臣として経団連などに東京の財界などに組み込むという考えでしょうか。まずいずれにしても大阪府の基本構想を待ちたいというふうに思います。その上で考えたいと思います。ブルセルの2番というのは EPA 構想を始めると思うんですが、事務レベルでいろいろと交渉は進んでいるところであります。いずれにしても私は片稲副院長と東京で会談をしてですね、年内妥結に対するお互いの強い意思を確認をしてますので、年内妥結に向けて努力を続けていきたいというふうに思います。よろしいでしょうか。ロシアの経済協力なんですけれども、ロシア側がですね、近く内閣改造を行うのではないかという情報もあるんですけれども、カウンターパート等は今まで通りなんでしょうか、それとも変わる可能性はあるんですか。いや、カウンターパートはロシアはこれから決めるということでありますから、注視をしていきたいと思います。やはりカウンターパートがいた方がいろいろと話は進めやすいと思いますから、その辺はロシアの人事に関わることですので、どういう方がどういうふうになるかというのはロシア側の結論を待ちたいというふうに思います。よろしいでしょうか。終わります。はい、ありがとうございました。